奈落をむさぼる覚悟をせよ。奈落をむさぼる覚悟をせよ。こんにちは、今日は、ついにね、運営が緊急ナーフ、1日でナーフを実現するというね、行動に出たわけなんやけども、ナーフ後の環境ということなんやけども、まあちょっとね、復讐ヴァンパイアナーフよりも強いのかどうかというものを今日は見ていきたいなと思うんやけども、まあいろんなカードはね、まあ、ナーフされてるわけなんやけど、アッキーっていうカードが6コスト、今まで左端にいたアッキーがね、ムッキムキの6コストに右端に寄ってったらシャキーで、セクシーヴァンパイアも、まあ、手札を1枚公開して体力の最大値を10にすると、まあ、かなり弱体化を受けたわけではあるが、ただね、一つ言えるのは、その1ターン目からとか2ターン目から復讐になれば、バロンダフィールとかが2コス22で出しつつ、パンサーレオかオールキャットを加えることができて、あとはユリウスもね、復讐状態であればメリットをすごい受けるカードであると、あとはまあ先行ラウラとかもね、とにかく復讐になればめちゃくちゃ強くなるデッキなんで、この1ターン目2ターン目から復讐になるということをまあ意識するならば、まあその環境がなんかアグロによるかどうかはわからないけども、その体力10点になるっていうのは、まあ本来のヴァンパイアのその復讐状態っていうまあ意味合いを考えるならば、まあ全然弱体化されてない可能性もあるよね。まあ確かにね、まあ一部やっぱ弱体化されてると思うよ、やっぱりそれはね。でもやっぱね、1ターン目から2ターン目にかけて復讐になるというこのメリット、利点に関してはまあなくなったわけじゃないので、まあ復讐状態になって叩きのめすという考え方は変わらないわけである。とであるならばで、別に体力10点になろうが、まあアザゼルもいるわけやし、まあいろんなね、まあ自分的にはね、そんな弱体化してないで、これなんかヴァンパイアの復讐ヴァンパイア作った人が、まあナーフ後の環境で使ってみて、その使用感というか、まあちょっと弱くなってるけども全然使えますよみたいなね、そういうコメント、なんかその復讐ヴァンパイアに対しての意見とかね、コメント欄に書いてもらえればやる気が出ます。それではバトルの方に行きましょうか。はい、勝ちました。さあ、ナーフね、後の環境ということで、まあ今日もね、シャドーバーサーカーやっていきたいと思うんやけども、まあそのセクシーを引いた時に、まあ体力が10点になるというまあデメリットがまあ追加されたわけなんや。さあ、これが弱いかどうかって話なんやけど、これバロンダフィールとか強いからね、いやこれどうなんやろうね、これ1ターン目に10点食らうっていうのもなかなかシュールやけども、その環境がアグロなのかどうかにもよると思うんやけど、ただバロンダフィールとかがまあ復讐状態だと強くなるからね、まずは1点でな。もうなんかナーフされたから瞬乱のセクシーヴァンパイアも怒りの方向を私に表しているじゃないか。ハングリーハンティングにゃあ。さあ、3コスト、まあでもこういうネクロマンサーとかね、増えてくる分にありがたいけど、ただこれ死の夢の少女を入れてるってことはムクロン王っていうか冥府のネクロではないね。まあ多分機械ネクロマンサーとか、そっち進化ネクロ、もしくはアイシャさ、アイシャとかもちょっと怖くなっちゃうね。まずは1点目、まずは3点目。これでもね、まあ、次のターンから恐ろしいことがいくね。まずは渇望の大悟、止まりはしない、私こそが君臨すべき絶望の姿。まあこれね、はい、回復、あー生き返るわー。これ次のターン、ユリウス進化、無料進化で、岩崎さんサキパスで横転換していくだ、シャキー。あれ、これナーフされたけども、果たしてどうなんやろな。やっぱその1ターン目から復讐ないし、2ターン目から復讐になるっていうのが強すぎるし、このたとえ10点になったとしても相手は序盤で詰め切ることっていうのは不可能やからね、果たしてこれはナーフにされて大丈夫になったのかっていうのはまた分からん話になってくるかもしれないよね。まずは1点目、まあフランとかね、無駄なことをしやがって終わりにしようじゃないか、ハンターを食らう。まあここ、いや、うるおしのサキュパス、コウモリと遊ぶ時間なのね。ヒーハー、渇望の大悟、止まりはしない。でここで
相手がどう来るかっていうとこなんやけど、これもうね、ユリウス進化もまあでもまあでもさすがにユリウス進化はないか、うん、詰めるメリットもないしね。ここはしっかり言えば盤面取ろうか。まあでもユリウス進化でも全然ありやね。ユリウス進化行こうか。もうどうせな、復讐状態になってるメリットをしっかりこう鑑みていこう。私こそが君臨すべき絶望の姿。まあこれどうせ相手取らないとあの負けちゃうんで、生き返るわ。まあユリウス取るとなるとやっぱり進化ボーンバファローとか聞くのもきついしな。これユリウス進化だいぶ相手からするとマウント取られてるし、いやーこれどうなんでしょうね。これナーフされたっていう意味があるのかどうかと言われれば、なんかそんな変わってないんじゃないかなと思ったりするよね。これに関してはまあ深淵の火薬のダメージ食らっちゃう。大丈夫か。うん、まあ幽霊2体でまあユリウス取るしかないよね、さすがに。私こそが君臨すべき絶望の姿。はい、まずは1点目。でも幽霊とかで処理しない、まあさすがネクロマンサーね、しっかりと処理していく。まあ結局盤面放置は相手することできないからね。骨抜きおばさんを出しながら骨抜きおばはんを進化切っていくでしゃぎ。おいでなさい。現実って夢より素敵。なるほど、メデューサを引いていく。私こそが君臨する。こっから進化権もバンバン使って破滅のサキュバスまで耐えて、もう守護張って終わりで、結局破滅で終わりになるからね。相手もビビってるでしょ。まあ幽霊でまあ処理しながら、まあ相手もね、まあ顔詰めるっていうのもありかもしれないけど、やっぱ処理を優先するんじゃないかな。まあスケルトンで処理していく。肋骨で、ここまでだ。お遊びをしているのは貴様だろうが。まずは1点目。あ、夢でしっかり処理していく。はい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 。悠長なことしてくるな。魅惑の一撃を引いていくでシャキ。まあここはもうメデューサやね。ゆがめき、ひしめき。あんたを食らう。まあこれ進化していく。で次のターンが破滅のサキバス出せるターンなんで、まあ復讐の能力というものを存分に発揮していきたいわけであると。でこのターンで愛者がいようがリーサル計算っていうのはないので、相手の盤面取らないの厳しいからね。さすがメデューサを残すとなると破滅のサキバスで必殺付与とかね、そういうのも考えられてしまうしね。あー小賢しいな。でもこの時点で、まあ、次のターン破滅のサケパスが、まあ、来るわけでしょ。夢へようこそ。深淵の夢を出しながらボーンバファローか、まあ、横転下を意識するって感じだね。だが次のターン貴様は終わりを見ることになる。終わりにしようじゃないか。この破滅、私こそが君臨すべき絶望の姿。まあいろんなことがまあできるんやけども、まあ破滅のでもな、幽霊がいるっていうのがちょっとござい。ねここはユリウスオールキャット魅惑の一撃とかで処理した方が賢いような気はするよね。いやまあでも破滅が一番まあ濃厚か。ただゾンビが2体生まれるのうざいな。まあ破滅いくか。溺れて当然、狂って当然。まあでも死後突破されちゃうけど、まあ致し方ないよね、これに関しては。でまあ進化これ切る感じかな。まあちょっと ネクロマンサーも結構やるな。この猛攻をしっかりと見据えてやっていく。なかなかやるじゃないか。まあ死後突破して6号をどうするかって話なんやけど、まあ失踪カードこっちないからね。だから次セクシーが見えてるので4点まあ盤面取りつつ4点返して回復するっていう子も見えてると。まあここは幽霊で蛇を処理しながら愛者を顔、いやでもカムラとかが怖い。でも愛者出てないからカムラ無理か。さあフラン出していく。ただちょっと火力のベース的にはフランは弱いかな。ネクロマンスもここで6を消費するとのは弱い。まあ一見こっちがピンチそうに、いやでもなんかスリルがあるね今の復讐バンパイ。あーしんどい、あー尊い。面白いカード。いやアッキーか、マジ、まあアッキーか。あー尊い、あーしんどい。まあ幽霊で回復できるから、ここアッキーでユリウス下げてって感じするか。でまあオールキャットも優秀そうな子いって、これ何が強いかというと次のターン回復できるからね。いや渇望の吐息止まりはしない。
私こそが君臨すべき絶望の姿。しかも66のスタッツと55のスタッツってこれなかなかうざいぞ。しかも相手幽霊だけじゃ締めることは無理やから、この窮骨でリーサル狙うことは無理やからね。うわーでもいやーやっぱ復讐バンプこれ変わってないな、強さ的には。まあ今回ラウラが引けてなかったらカラミティ失踪とかもなかったわけではあるが、やっぱティア1復讐なんのかな、どうなる。エイラと復讐がこれナーフ後も変わらんかったらちょっと笑いもんやんね。でもこれネクロマンサル6を削り切るっていうのは不可能やから、まあ10ターン目やったらフェリーとかのリーサルっていうのはあるんやけど、まあ基本的には次のターンで終わらしちゃうんでね。まあネクロはでもそういうとこあるよね、そのフェリーで決めていくっていうのがあるからちょっと怖い面はあるけど。まずは1点目、フランの呪いで、あそっち処理当てながら、さあこれやっぱり66がかなりうざいな、取れないんやな相手からすると。私こそが君臨すべき絶望、はいはい、それ出すだけ、えいいやろそれ、あらかたかちーだ、終わりにしようじゃないか、これ終わったやん相手。これユーリエスコンボっていうんやけども、もろいな。まずは1点目、そしてこのカードを出すことによって相手は次のターンに幽霊が生まれるという計算上であるならば、終わりにしようじゃないか、全ての次元を本領。やばいなこれ、ナーフされたけど、あらららららら。結局ユリウスだけでまあ4点5点ぐらい相手タル減らされてるもんね。果たしてこの状況をねナーフされたごと、認めるのかどうかやね。どうなんでしょうねこれ、まあ1回しかやってないから分かんないけどさ、やばすぎだろうな。